私は文化会の、受賞記念講演を始めさせていただきます。私は司会を務めます、野中と申します。よろしくお願いいたします。今日 の、 皆さんもですね、学会のホームページや学会誌でもすでにご存知の通り、今年度のですね、ロシア文学会大賞は、井上、池内先生、上智大学名誉教授の井上先生に決まりました。それで、まあ、井上先生については皆さんよくご存知と思いますけど、まあ、ロシア、ロシア語学、それからロシア文学において、まあ、多大な功績をですね、残されて、そのことを、まあ、高く評価されまして、受賞となりました。それで、授賞式はですね、この後の紹介で行いますので、早速ですね、受賞記念講演に入っていきたいと思います。井上先生ですね、今日は話されることがたくさんあるということで、時間をですね、少しでも多く取ってということなんで、もう授賞式は後ということで、早速記念講演に入っていきたいと思います。こちらにもですね、題目が出てありますように、ゴーゴリの鏡の世界、花の中の胸像ということで、まあ、井上先生の研究のですね、大きな柱の一つである、まあ、ゴーゴリ研究の、成果、まあ、それにいろいろな、他のですね、言語学の、知見なども加えられた、大変興味深いお話になることと思います。それでは井上先生、よろしくお願いいたします。質疑応答に関して。それでですね、大変すみませんけど、まあ、多分ですね、55分は話すというふうにおっしゃってるので、その質疑応答はですね、なかなか時間が取れそうでないので、公開が終わりましたら、井上先生、直接ですね、質問をしていただければ幸いです。はい、それでは井上先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。またお忙しいこの貴重な土曜日に私ごときのこのつまらない講演を聞くためにはわざわざご足労いただいて申し訳ありません。まずお詫びです。で、この度は、思いもよらず、このような特別な賞をいただいてしまってですね、身に余る光栄ですし、恐縮至極です。で、中村会長をはじめ執行部の皆様、それから大賞選考委員会の皆様に、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。それから今日のこの、講演記念講演会という貴重な機会を、与えてくださって大変ありがたく思っています。で、私の研究領域は今野中先生が説明してくださったように、ロシア語学とロシア文学の境界領域っていうふうな、自分でも何だかよくわからない言い方をしてるんですけれども、なんか曖昧なことを続けてきました。そういう関係で今日どういうお話をしようかなってちょっと迷ったんですけれども、私が個人的に思い入れの強いゴーゴリについて、ゴーゴリの花について、ゴーゴリの鏡の世界、鏡の中の、花の中の鏡と題して、お話しさせていただきたいと思います。ゴーゴリの作品の中でも特に中編小説の街灯はですね、我々は皆ゴーゴリの街灯から出ているという、まあ、ドセフスキーの言葉というふうに言われているように、街灯はそのロシア文学のその後の潮流の源流を成したというふうに言われてますけれども、我々は皆ゴーゴリの花から出ているとは残念ながら言われない。それはちょっと残念だなと思うんですけれども、今日はその、ゴーゴリの作品の中でもとりわけその奇妙奇天つ、な作品で、まあ、独自のねじれた時空間とその共存の世界があるんではないかなと思います。それを、その小説のこの幻想的な世界をですね、皆さんと今日共有できればなと思っています。ではちょっとパソコンの操作の関係で座らせていただきます。では作品の、花を見る前に、ゴーゴリ自身の、花をご覧にいただきたいと思います。これは18歳の時のゴーゴリで、ミルゴロドのギムナジア、まあ、中等高等学校に通っていた時の、
肖像画ですけれども、ご覧いただくと分かると思いますけど、鼻がとても高くて大きいと。で、これはゴーゴリ自身もずっとそれを自覚していて、みんなに言われて自分も自覚していたと。で、これはプーシキンが描いた24歳の時のゴーゴリのスケッチです。これでも分かりますけど、ゴーゴリはいつも横顔を描かれるんですね。やっぱり鼻をみんな見たいということだと思います。で、これは1845年に36歳のゴーゴリがローマでロシアの芸術家たちと一緒に撮った集合写真で、真ん中にいるのがですね、これがゴーゴリさんですね。で、ちょっと分かりにくいですけど、鼻がやはり大きい。あれ、一番上を映ってない。で、中編小説の花、これは奇妙奇烈なストーリーですけど、全部で全3章からなっています。で、第1章、第2章、第3章で、第1章が花の発見、第2章が花、権威の喪失。花というのはロシア語でも花を持ち上げるっていうと、まあ、花高々威張るというような意味があって、花はその権威の象徴なんですね。で、第3章が花の復帰なんですけど、まず第1章から見ていくと、3月25日の早朝、床屋のイワン・ヤコベルビッチが目を覚まし、妻が焼いた朝食のパンを切ろうとすると、パンの中に人の花を発見する。それはイワン・ヤコベルビッチが毎週ひげを剃っていた8等間コバリョフの 花だった。前日までコバリョフの顔にあった花が、パンの中の花に、まあ、変身するんですね。で、それぞれ、そのコバリョフの顔にあった花とパンの中の花の時空間が分断されている。これが重要な点ではないかなと思います。で、イワン・ヤコルビッチは、花を捨てに出かけますけれども、捨て場が見つからずについにイサーク橋から捨てますけれど、警察文書庁に見つかってしまうと。で、その後は用として知れずで一生が終わっています。で、第2章は花、つまり権威の喪失ですね。で、同じ日の早朝、ほぼ同じ時間と考えられますけれども、8等間コバリョフが目を覚ますと、自分の花がないことに気づき、花を探しに出かけます。自分より地位が上の5等間になった花が箱馬車から降り、火山大聖堂で祈っているのを発見する。花が歩く、祈るんですね。で、ここでは、前の第一章の捨てられた花が今度5等間の花に変身して自在に動くと。で、それぞれの花の時空間がここでも分断されています。で、その後、コバリョフはこの花を見失ってしまいます。で、花は他人名義の、偽のパスポートでリカに高飛びしようとして捕らえられると。で、次に警察文書庁ですね、第一章に出てきた文書庁が、今度は紙にくるんだ花を持参して賄賂を要求すると。その前の5等間の花が突然紙に包まれた花に変身しているわけです。ここでもそれぞれの、花の時空間が分断されています。あれ、コバリョフは賄賂、下は見えないな。あれ、コバリョフは賄賂を渡し、顔の元の位置にくっつけようとするがくっつかず嘆くと。で、第3章は花の復帰で、4月7日の早朝、コバリョフが目を覚ますと花は元に戻っていた。原因は何も書かれていません。で、その前の花に顔にくっつかない花が、元に、戻った花に変身します。ここでもそれぞれの時空間、花の時空間が分断されています。つまり全3章で花が変身するたびに、花が存在する時空間が非連続的に分断されているわけです。この小説の時空間の非連続的分断というのは、ゴーゴリ作品の中でもこの花を際立たせている特徴ではないかと思います。で、この花の変身プロセスとですね、分断されたその非連続的時空間の関係を時系列的に表にまとめるとこうなります。一番左側が花の自立性、自分で動けるかどうかですね。それから存在、花が存在している空間と、一番右側が存在時間ですね。で、最初はコバリョフの花、顔についていたので、花はコバリョフの一部で、コバリョフの支配下にあって、
自立できない、非自立的でした。で、その次はパンの中から発見されるんですけれども、コバリョフから分離しているわけですね。で、コバリョフの非支配、支配下にあって、自立的ではないけれど、ここが大事だと思うんですけど、自立できないけれど自存的、自分でそれだけで存在する。なぜかというと、この中の位置につけましたけれど、イワン・ヤコブリッチはパンの中にですね、ストータ・ビリフシェイサ、何か自らの光で際立っていたものを見つけた、自らの光で際立っていたというのをわざわざ書いてるんですね。これをもし、何か白いもの、ストータ・ビリフシェイサを見つけたとすると完全に単なるものになってしまうと思いますけれども、この何か自分から光を発していたっていうのは、自尊的でそれだけで存在しうるという、むしろ意思を持っているんじゃないかというふうに考えられます。で、まあ、ベレフシエサじゃないんですけど、ベレチで言うとレルモントフの有名なベレフパルスアジノーカイ、フトマニモリアガロボンっていう、海の青いもやの中に船の方、孤独な船の方がビリエットしているという文がありますね。で、ビリエッチというのは2つ意味があって、1つは白くなるという意味と、もう1つはビリエッチと同じで、自らの光で際立っているもの。つまりそのレルモントフの、ビリエッチパールサジノーカイもですね、その自尊、それそのもので存在して孤独であるということを表しているんではないかというふうに思います。で、その次が3番が五等間の花で、もう自在に市内を、歩き回って自立しているわけですね。で、その次に今度逮捕されてしまうと、コバリョフの手の中に戻るんですけれども、コバリョフからコバリョフがこう自分の顔につけようとしてもなかなかくっつかないと。で、コバリョフからやはり分離して非支配下で、非自立的だけど自尊的、つまりこの4番目の段階は2番目の段階に戻っているわけですね。で、ここで、そのコバリョフが顔にくっつけようとするんだけれども、その鼻はですね、ネジ・デルジャオセ、コバリョフの顔に固定されなかった、しがみつこうとしなかったという意味で書かれています。で、デルジャオセというのはもともと人間が何かにしがみつくっていうのがもともとの意味ですから、まあ、物の場合に固定されるという意味もありますけれども、ここは鼻が自分からしがみつこうとしなかったという、これも自尊的で意思を暗示しているのではないかなと、その前の段階が完全な意思を持って動き回るという、こういう対比を成しているのではないかなと。で、今申し上げましたこの鼻の分断された時空間とですね、まあ、ブルガーコフはゴブリンの影響を大変受けているわけですけれど、ブルガーコフの巨匠とマルガリータにおけるそのボーラントの変身とその分断された時空間の間に類似性があるのではないか。ゴブリンの花の花はですね、まずキリスト教の昇進女福音祭、つまり受胎告知の日からですね、変身を繰り返しながら、まずパンの中の俗なる花、それが今度俗なる五等花になって、俗なる花、まあ、これは五段階を、三段階に強調するためにこう書いてますけれども、で、分断された非連続の時空間を自由に移動して、つまり最初は、聖パンの中にあって、つまり聖パンに包摂される俗なる花という関係にあると思います。次にそれが五等間になって俗なるペテルブルグを移動し、で、最後に俗なるコバリョフの顔に戻る。で、いずれにしても主のコバリョフの、まあ、エセ貴族コバリョフを花が翻弄するわけですね。で、一方ブルガーコフの巨匠とマルガリートの悪魔ボーラントは、キリスト教のキリスト受難習慣から、変身を繰り返しながら、つまり悪魔から次に外国人の黒魔術研究者専門家ですね、それからまた悪魔に変身して、で、2つの非連続の時空間を自由に移動する、つまり
最初は俗なる20世紀のモスクワ、それから聖なる石はイエス・キリストが処刑される1世紀の俗なるエルサレム、ここでも 聖なるイエス・キリストに包摂される俗なるイエルサレムという関係が出ていると思います。まあ、イエス・キリストが処刑された後で、立場が逆転するというんでしょうかね。エルサレムをむしろイエス・キリストが包摂する関係に逆転しているのではないかと。で、最後にまた俗なるモスクワに、移動すると。で、このボーラントはモスクワのエセ文化人や権力者たちを翻弄する。ということで、ゴーゴリの花のこの分断された時空間とブルガコフの巨匠とマルガリータの分断された時空間には、なんか類似性、共通性があるのではないかなと思います。で、今申し上げた非連続で分断された時空間とですね、この花の冒頭文が、語順がちょっと変なんですね。逸脱語順。で、これが関係しているのではないかというのが私の考えなんですけれども、花は全部で4つの意向を異なるエレダクセアがあります。で、4つともですね、全部同じ不自然な語順なんですね。つまり最初に時の状況限定詞、いつが来て、その後に自動詞の起きたという自動詞が来て、その後場所のペテルブルグでが来て、最後に主語の奇妙奇烈な事件がとこうなっています。4つとも全部同じ語順なんですね。で、最初の走行、これはですね1832年ぐらいから書かれてるんですけど、この日付はまず面白いんですが、1832年23日に月が何月には書かれていないんですね。これについては後で述べますけれど、奇妙奇烈な事件がペテルブルクで起きた。最初に、32年23日にという時が書かれていて、次に動詞の自動詞の起きた数値らしがあって、ペテルブルク、場所があって、最後に主語が起きています。で、2番目の実質完成原稿、これが実質的に最初に完成した原稿ですけど、これも同じ語順で、今年の2月23日に、今度日付が変わってですね、奇妙キテレスの事件がペテルブルクで起きた。これも同じ、最初に時があって、自動詞があって、場所が来ています。で、その次の3番目の、現代人に発表された、これが最初に出版されたものですけど、ここでは日付が今年の4月25日に起きたペテルブルクで。で、最後に、ゴーゴリ作新集に、収録された最終稿ですけど、あれこれ一番下の見えないかな。3月25日に、起きたペテルブルクでと同じ語順になっています。で、この、関東文ですね、小説の一番最初ですから、関東文ですけど、いわゆる状況限定詞、いつとか場所を伴う関東文の場合はどういう語順かというのは、アカデミー80年文法によるとこう書いてあります。状況限定詞デテルミナントグループを伴う文脈非依存型不分割文、ちょっとなんだか一瞬わからないと思いますが、文脈に依存しない、つまりコンテキストがなくて一番最初に出てくるので文脈に依存しないわけですね。で、不分割文というのはいわゆるテーマとレーマ、テーマっていうのは何に関して語られるか。で、レーマっていうのはそれについて、文意の中心ですね。例えば、国がなすれ、本はテーブルの上にあるっていうと、本がテーマで、どこにあるかっていうのは答えなので、なすれがレーマになるわけです。でも、この、最初の関東文の場合は文脈がなくて、しかも、不分割文なので、テーマ、レーマに分かれない。つまりこれはいわゆるゼロテーマ文で、レーマだけの文になるわけですね。だからこれは不分割文が本来の語順で、その語順はどういう語順かっていうと、まずこの時の状況限定詞、いつが来て、場所の限定詞、どこで、まあ当たり前ですよね。これが一体になっている。で、その次に自動詞の起きた。で、最後に主語の、奇妙な事件ということなんです。で、ところが花の場合は、いつという日付の後に起きたというこの
動詞が割り込んでるんですね。でその後に場所のペテルブルクが来て最後に主語、つまり、本来不分割文であるはずのものが分割文になってテーマと例文に分かれてしまっている。でいつとどこでの間に動詞が割り込んで2つに分断されています、分割されています。で逆に言えばこの動詞を境界面とする時間と場所の分裂で、それぞれ時と場所が共存関係にあるのではないか。そうするとこれは私もロシア人のネイティブに何人かこの文頭部を見せるとみんななんか変だって言うんですよね。で何が変なのって言うとちょっと考えるなんか語順が変だなって言うんですね。でここがミソだと思うんですけど、読者に何か変だなという違和感を与える、これが、この語順の持っている意味ではないか。つまりこれをここではですね、仮に暗示的中断というふうに名付けます。これは後ほど説明しますけど、暗示的中断があるということは当然明示的中断というのがあって、それは後で説明します。でこの分断された語順というのが先ほど申し上げた花の時空間の分裂分断ねじれというのを暗示しているのではないかというふうに思います。でゴーゴリの作品の中でも、こういうふうに時間と場所がこう分かれているというのはおそらく花だけだと思います。それが花を、際立たせている特徴だと思います。でこの逸脱語順をここでは語順の水平方向転置、つまり時間軸上の転置、ちょっと難しい名前ですけど、語順っていうのは時間軸上に並んでますから、それを入れ替える。なんでこんなことを言うかっていうと、水平方向があるっていうことは垂直方向もあるわけですね。で垂直方向が格上げと格下げにつながって、垂直と水平で両方のねじれを作っている小説の時空間が分断しているんじゃないかというのが私の推論です。でこの今4つの遺構があるというふうに申し上げましたけど、全て日付が違うんですね。でなぜ日付を変えていったのかというので、この最初の草稿の場合は1832年23日というので、まあ、23と32が共存関係になっているのではないか。でこれは月の名称がないので、バレス・スペンスキーはですね、これゴーゴリの不注意だというふうに書いてますけれども、23と32は数字の逆転で共存関係になっていて、それが事件の異様さを暗示しているのではないかというのはですね、ゴーゴリは狂人日記の中で、主人公のポクディッシーがだん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 こう気がおかしくなっていくとですね、日付がだんだんおかしくなっていくんですね。でポプリシムはこういう日付はですね、日にちは覚えていない、月もまたなかった、明察と当然に言えばとかですね、地層という日付の間に34を入れ替えたり、月の明察を6つって書いたり、それはゴーダをですね、年のっていうのをグダオっていうふうに、これですね、ここはゴーダを、アナグラムで入れ替えてグダオっていうふうに、作ってるわけです。つまり、解体と再構築によってアナグラムを作っている。でさらにマルトーブリアっていう3月10月みたいなですね、そういう日付まで作っているので、その点から考えると23と32は共存関係であると考えてもいいんじゃないかなと思います。で次の、最初の実質完成原稿ですけど、これは前のその最初の草稿が23と32の共同だったのに対して、ここでは3つの音のアナグラムが隠されているのではないかと。ここは今年の2月23日にというふうに今年に月が入りますけれども、ここはシモフェブラリドワチャテレチブチスワスーチーワスとなっているんですね。チスワスーチーワスの中に死因のチスグスムチが入っていてですね、これはほぼ反転共造のアナグラムになっているのではないか。でこれが事件の異様さを暗示しているのではないか。だんだんこの反転共造のそのアナグラムがだんだん増えていくんですね。で次の雑誌の現代人ですけど、これ初めて出版されたものですが、ここでは、5つのアナグラムに
また増えています。でこれも事件の異様さを暗示しているのではないかと思うんですが、これは4月の今年の4月25日にセゴアプレイヤードゥワーツピアタバチソワスウチラスピテルブルゲで、このピアタバチソワスウチラスピテルブルゲの中にプトチスルスルチプトっていうのが入っています。なんかふざけるなって言われそうなんですけれども、5つのアナグラムで反転共存じゃないか。ゴーゴリはですね、自作が完成すると友人たちを呼んでですね、自分で朗読をして、その友人たちがみんな腹を抱えて転げ回ったと、その朗読のその、イントネーションとその音の発し方が非常に見事で面白かったって言ってるので、おそらく友人の前ではこのピャッタバチスはそのチーズピテルブルゲところにプップップってやってるんじゃないかと勝手に想像します。でこの日付にはさらにですね、詩のリズムが、共存として入っているのではないか。つまりセボアプレイレットワーツピャッタバチスはですから、弱強、この U が弱白でアンダーバーが強白ですね、と弱強弱強ここですけど、弱強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 とほぼ弱強角のヤンブ、これはヤンブという上昇リズムになりますけれども、で後半のレーマンであるスウチーラスピテルブルゲもこれも弱強弱弱、これはピリヒですけど、弱強というふうに後半もほぼヤンブで上昇リズムになっています。でどちらも上昇リズムなのでリズムの衝突がないと、衝突がないから何だって書いてあったかな、おそらくだからその幻想性がちょっと弱いんじゃないか。それに対して最終項は、子音の5つのアナグラムは同じなんですけど、マーラタに変えてバーゼピアタバチスワスウチラスピテルブルゲ、ピアタバチスワスウチラスピテルブルゲですので、これを書き下すとですね、まあゴーゴリは、アラビア数字で25というのを書いてますけど、これは音で、書き下すとやはりプトチスのスルチプトですね、前の現代人と同じで5つのアナグラムが組められていて、これが事件の反転的要素を暗示しているのではないか。でさらに母音がですね、 R の母音がもうこれでもかっていうくらいに繰り返されています。マルタドワーツェペアタバチスはスルチルですから、アー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 が7、8回出ています。でアーっていうのは母音の中でも一番そのソノリティが響きが、大きい、母音ですので、壮大な響き、音象徴的に言うと壮大な響きを作るわけですね。でこれはおそらく語り手が真面目腐った大げさな口調で、実際にこういう事件があったんだよという現実っぽさを表しているんじゃないかなというふうに思います。でさらに、この日付には詩のリズムがですね、一つ前では同じ、どちらもこれでしたけど、これとヤンプの衝突が共存になっているのではないか。つまりマルタドワーツェペアタバチスワですから、強弱強弱強弱弱弱とほぼこれですね。これっていうのは強弱ですから下降リズムです。で、その後のスウチーラスの方は逆に弱強弱強で、ヤンブで上昇リズムですね。するとこのホレとヤンブで、衝突が起きています。で、ロシア史は18世紀の後半に、確立したと言われてますけど、音節アクセント手法と言われますが、この音節アクセント手法ではホレとヤンブを同じ詩の中で使うってことは、許容されないわけですね。だからこれを聞くとおそらくロシア人はなんか変なリズムがぶつかってるなっていうふうに感じるんじゃないかと思います。でこの下降リズムと上昇リズムの衝突によって、この反転共存によるこのリズムの分断、分裂が起きると。でそれが共存的なズレという形式による事件の異様さという内容を暗示してるんではないか。でそれに対して一つ前の現代人では先ほど申し上げましたけれども、どちらもヤンブでその衝突がないということですね。で今上昇下降ということを言いましたけれども、ロシアの州を最初にドイツから導入したのはロマノソフですけれども、ロマノソフは、ロシア司法に関する書簡というのを書いていて、彼はそこでこう書いています。純粋なヤンブ弱強角の詩は静かに上昇しながら
But my experience、崇高さや草原さや高尚さという実態を高めていく、ヤンブに最も適しているのは荘厳な王の少子である、一方下降する地バデシシヒであるホレイ強弱角やダークチリ強弱弱角やその複合形は、素早い動作や静かな動きの描写に適している。つまりリズム韻律と情感の、間に関係があるというふうに書いているわけですね。でこれはの共感覚的なものだと思うんですけれど、日本の定型詩でも五七調と七五調は、五七調は例えばあのマスラオブリという男性的なイメージを喚起して、七五調はタオヤメブリという女性的なリズムだというふうに言われるので、やはりこのリズムとその感情の間には何か共通するものがあるのではないかと。でロマノソフがこの上昇加工というのはドイツ司法から持ってきたわけですけれども、つまりヤンブとアナーペストを上昇リズム詩脚とみなして、ホレイとダークティリを加工リズム詩脚とみなしたわけです。でゴーゴリはこの書簡を読んでいて、ロマノソフがドイツ詩から導入したことも知っていました。でそれはのロシア詩の本質と特性は結局どこにあるのかというゴーゴリの、これは評論ですけれども、その中で書いています。で面白いのはゴーゴリの全集が1937年から52年にかけて、科学アカデミーでソ連時代に出たんですけど、そこでは治癒がついていてですね、ここでゴーゴリはそのドイツ資本からリズムを導入したと書いてあるけど、それは当時、広まっていた間違った考えである。つまりドイツから導入したんではなくて、これはロシアの独自のものであるということを、37年から52年の間にの全集では書いています。でも実際はそんなことはなくて、ドイツから導入しました。それで、ドイツから導入したので上昇と下降しかないわけですね。それで当時は中間のアンフィブラヒー、つまり弱強弱角っていうのは概念はありませんでした。それに対してスマローコフがですね、人間の5つの感覚、まあ、18世紀後半には5つの感覚というのはすごく重要視されていて、だからリズムも5つあるべきだと。ということで5つ目の、あれ一般化の後、よく見えないかな。そうですね。5つ目としてジャック強弱角を導入したわけですね。まあこれもともと古典のギリシャの単調単角を持ってきたものなんですけれども、でもこれは最初はやっぱりドイツの詩を真似していたので、なかなかロシアでも一般化しなかったんですね。でそれが一般化し始めたのは19世紀の初め、特にレールモントフが積極的に使っていましたけれども、逆に言うとですね、ドイツ詩法にはこの弱強弱っていうのは一般的でなくてほとんど使われない、ドイツ語は漢詩がありますので、漢詩っていうのはアクセントがないので、やはり弱拍から始まることが多くて、ドイツの詩の9割がだいたいヤンプ弱強角だそうです。でそれの影響でロシアの詩も19世紀の、プシキンぐらいの時代までは8割がヤンプで弱強角だったんですけれども、だんだんヤンプの比率が減って、20世紀の初めぐらいにはヤンプが4割ぐらいになったというふうに言われています。ですからこの弱強弱は、ドイツ手法ではほとんどないけれども、ロシアの、リズムの一つの特徴になって、ゴーグリはこれをですね、中間的な、ヤンブとホレイの中間に位置するもので、両方を共造的に打つものだというふうに使っていると思われます。で、花におけるイワン・ヤコビッチによる自然なパンピー、あ、すみません、これ不自然なパンピーです。フンが抜けてしまいました。すみません、フン抜けで申し訳ないです。不自然なパンピーです。なんか不自然な動作があるんですけど、それはワイスコフがですね、これは生体礼儀の隠喩ではないか、生体礼儀というのはキリストの体と血の実態に変化、つまり性変化するパンとワイン、つまりご生体をいただく儀式のことですけれども、この生体礼儀
とゴーグリ自身が書いた、一般 の, その信者向けに書いた生体礼儀法というのがありますけれど、これはあの、生前は出版されませんでしたけれども、これがですね、そっくりだっていうんですね。つまり、鼻の中で、イヴァン・ヤコビッチがパンを切る場面の一番ですね、イヴァン・ヤコビッチは礼儀上シャツの上から鉛筆を着込んだ。礼儀上ってなんで誰に対する礼儀ですか、妻に対する共済家ですからという意味もあるけれども、これは儀礼を暗示しているのではないか。それから鉛筆を着込んだって書いてありますけれども、当時の19世紀の前半のいわゆるサービス業の床屋さんとかですね、ホテルレストランの帽子さんはフロックコートを着てたんですね。鉛筆っていうのはちょっと行儀をしすぎる。でそれに対してゴーグリの生体礼儀法ではゴーグリがこういうふうに書いてます。下の方の一番ですね、司祭と補祭は祭服を乾燥すると、正式な服を完全に着ると。でなんでこんなことをゴーグリが書いたかというと、この生体礼儀というのはですね、正教会ではいわゆるイコノスタス、イコンの壁の向こう側って言うんですかね、姿勢上というところで行われるので、一般の信者はパンを切るところとかワインを分けるところを見られないんですね。で古い時代はですね、ギリシャの時代は最初はイコンは1段しかなかったので、生体礼儀はこうイコン越しに見えたそうなんですけど、それがロシアに入ってくると大体16世紀になるとイコンの壁がどん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 高くなって天井まで行って全然見えなくなってしまったという、こういう話をすると時間が予定外のことを話してしまいました。それで、どこまで行きました。で今度花の方ではですね、2番、イヴァン・ヤコビッチはナイフを手に取ると意味ありげな顔つきでパンを切りにかかった、パンを半分に切り分け真ん中を覗き込むとナイフで慎重にほじり引っ張り出した鼻だ。それに対してゴーグリの生体礼儀法では2番ですね、司祭は製パンに十字型の切れ目を入れ、切り出された真ん中を聖火、つまり両刃のナイフで持ち上げる、これも非常によく似ています。ですからおそらくワイスコフが言っている生体礼儀の隠喩という説は、私も確かにそうだろうと思います。でこれはちょっと面白いんですけど、正教会では聖パンプラスバラって言いますけれども、聖パンはカトリックと違って酵母を使わないんですね。ですからこう立体的で厚みがあります。それに対してカトリックは、酵母を使わないのでホツチェっていうんですかね、薄いおせんべいみたいな薄いものですね。ですからこの花という小説は正教会の世界で作られたものだ。カトリックの世界だったらこういう生体礼儀、生体配慮の引用の小説は生まれなかったのではないかなというふうに思います。でこれが生体礼儀の最初の第一部の封建礼儀と言われる、パンを切るところで司祭がですね、清掃して乾燥して最初に十字を切ってパンを切り出すわけですね。でこのワイスコフの説は生体礼儀っていうのは確かにそうだと思うんですけれど、この事件の日付がなぜ3月25日なのかということで彼はこう書いています。3月25日に行われる正真正福音祭、つまり受胎告知ですね、これを暗示するためであり、そのためにその日に行われる生体礼儀を隠喩として込めた。生体礼儀じゃあ正真正福音祭を暗示するために生体礼儀をその中に入れたんだというふうに言ってるんですけれども、これはおかしいんではないかというのが私の議論なんですが、実はこの、生体礼儀を思わせる文章ですね、先ほど言った礼儀上シャスの上から鉛筆服を着込んだとかですね、ナイフを手に取ると意味ありげな顔つきでパンを切りにかかった、これはすでにですね、その前の最初の実質完成原稿ですでにそういうふうに書かれているわけです。つまり3月25日を暗示するためではなくて、全く別の日付ですでに生体礼儀が隠喩として込められている。で2月23日っていうのはキリスト教では特に何か祭日ということはありません。で生体礼儀というのは
事態告知の日にももちろんやりますけれども、毎日曜日に、日曜日ごとにやるんですね。だから必ずしも正真正福音祭、事態告知の日でなくてもよかったわけです。ですから、その結論は、生体礼儀の委員は当初から意図されていたもので、生体礼儀が行われる 祝日としての正真正福音祭、事態告知は後から選んだんだというふうに考えられます。でもう一つ、その3月25日の別の意味ということで、先ほど申し上げました、その音とリズムのアナグラムとか共造ですね、それから聖なる日の俗なる事件という共造、反転共造による事件の異様さを暗示しているのではないかという異論をですね、2012年モスクワで開催されたゴーゴリ博物館で、ゴーゴリの家博物館っていう、ゴーゴリが最後亡くなったところが全館博物館に改装されているんですけど、そこで毎年ゴーゴリフスキーチティーニャ、ゴーリ講座っていうのを開催してるんですけど、そこで、発表しました。で、残念ながらそのワイスコフさんは毎年このゴーゴリフスキーチティーニャに参加していたらしいんですけれど、その年はたまたまいらっしゃいませんでした。それで、あ、下大事なところだって、これちょっと出ないんですけど、なんとその翌年の2013年にですね、この日本ロシア文学会はワイスコフさんを招待して、なんだったかな、シンポジウムじゃなくてを開催しました。それでワイスコフさんに会えたものですから、私がその私の論文をワイスコフさんに渡して、渡したらですね、ワイスコフさんはなんかその日のうちに論文を読んでくれて、で翌日か翌々日に会った時に、なんかお前の論文は面白いから、なんか私のイスラエルの大学で学生に読ませていいかって言ってくれたんですね。で、自分の論を否定する論文をですね、学生に読ませるっていうのが研究者の本当に誠意だなというふうに感じて、感動した記憶があります。で、今のその冒頭文のですね、その意味をまとめるとですね、最終項の3月25日っていうのは、まず1番目、5つの死因のアナグラム、プッドチスムスルチプトが反転共造で含まれている。つまりこれは、音をですね、時間軸上に水平方向にこう入れ替えた、転置したんですね。で、これが事件の良さという内容を暗示しているのではないか。それから2番目に、母音反復、何回も繰り返されて、真面目腐った大げさな口調が、現実っぽさ、まるでその日にあったような、最初 のマルタ・ドゥワツェ・ペアトロ・チラという語順もですね、3月が最初に来て日付が後ろに来るっていうのは、新聞とか雑誌とか、それからもっと古い時代は正式な公的な文書では日付は後ろに来たんですね。だからまるでその新聞に事実を書いているかのような現実っぽさが強調されているのではないか。それから先ほど言いましたけど、ホレイとヤンプの下降リズムと上昇リズムの反転共造で、その共造的なズレという形式による事件の異様さという内容を暗示しているのではないか。それから4番目に、自動詞の起きたという、語順が入れ替わっていて、これも水平方向の転置ですけれども、動詞を境界面として時間と場所が共造関係で分断されている、それが小説の時空間の分断で自分を暗示しているのではないか。で、最後にこの正真正福音祭、受胎告知の3月25日は聖なる日の俗なる事件という、なんだろうこれ見えないな、何だったかな、要するに、俗人による聖なる儀式という行儀制ですね、それを、すいません、あれまだ出てない一番下のこれまだもう一行あるんですよ。これでもいいかな、これ映ってます。あ、そうか、こっち画面が小さくなっちゃう。あ、いいですね、ようやい、すいません、少々お待ちください。
時間野中さん大丈夫ですかね。時間厳守と言われてる。あ、ちょっとあれかな。これを少し下げれば。これを下げれば出ますね。アスクリーン。出ました。上田先生ありがとうございました。ということで、俗人による聖なる意志というその両義性、これも反転共同を暗示しているのではないかというふうに思います。あれ次がいかなくな次にページが動かなくなってしまいました。ごめんなさい。え、これでいいですか。あ、はい、ありがとうございます。すみません。それで実はこの花はですね、その章、全部で3つ章がありますけれども、この3つの章もそれぞれ、冒頭文が、リズムが、それぞれ共同関係にあるのではないか。まず第1章がですね、先ほど申し上げましたけど、ホレーとヤンブで下降と上昇の衝突ですね。で第2章は、花を喪失するところですけれども、コベルフがそれを発見するところですけれども、八方館のコベルフがかなり早くに目を覚まし唇を合わせてブルルとやった。これはカリウシスキアフセーツルカバヨプラスウォーシャーダマリナラーのリズデワルグーパンビブルンってここにやるんですけど、これは弱強弱弱強弱弱弱強弱強弱ということで、ほとんどアンフィブラヒーなんですね。で、中間のリズムでこの第一章の花の発見に対して花の喪失を、対照的に違うリズムで表現したのではないかと。で第三章が、今度は全くの馬鹿げたことが起こるものこの世にはというなっていて、これが弱弱強弱弱強というふうにアナーペストで上昇リズムになっています。これも本来チップハーサビルシェネディアワイツナスビーチは本来の語順はナスビーチディアワイツサビシェネチップハーですから、これも逸脱語順というか意図的に語順を変えているわけですね。つまり章ごとに3つの章ごとにリズムが異なって互いに反転共造を成して、それぞれのリズムが花の発見、つまりこれは権威の誕生ですね、花という、それから花の、喪失、つまり権威の死ですね、から復帰、権威の復活とこうしています。これはイエス・キリストの降誕死復活になぞらえたのではないかというふうに考えています。つまり花というのはこの最小のレベルの音リズムから最大分語順のレベル、さらに最大のレベルの小立てまで共造を出している、ということが言えると思います。で今度コベルフ自身と花の共造性について見ていきたいと思いますけど、コバルフの自己分裂したものが五等間の花になるわけですが、この共造性、つまりどちらもコバルフも五等間の花もどちらもイカサマシ的な本質があって、マシェンニクとどちらも呼ばれています。イカサマシというのに呼ばれていますけど、コバルフは、カフカス八等間、つまり大学の本来八等間というのは大学の卒業証書か士官試験、資格試験がないとなれないんですけれども、当時カフカスではカフカス戦争を行っていて、カフカスに行きたい役人がいないので行けば誰でも八等間になれるというシステムをロシアが作ったんですね。なんか今の状況に似てますけれども、それで、ですからカフカスで八等間になったのをカフカスキーカレーシスキアセーサーというふうにカフカス八等間と特別に呼ばれていたわけです。プーシキンもその例については書いています。でしかもこのコバルフは、文人でありながら文人の少佐を名乗っていた。少佐の方が制服が綺麗で少佐の方がモテたというふうに言われていて、この少佐を名乗ってはいけないという法令まで出ていたのに、それを破る、八等官が続出 していたというのが実はあったそうです。いずれにしてもイカサマシ的な本質がある。それに対して花は、
他人名義の偽のパスポートで利害に高飛びしようとして捕まると。これもイカサマシ的な本質ですね。で、花はその五等間の花っていうのは格上げされたもので、部分のはずの花が、全体、つまり足も顔も目も口も持ってるんですね。花が足を持ってる、花が顔を持ってる、逆ですね。花が全体を包摂して、花が歩いて祈ってしゃべる。花がどうやって歩くんだってみんな頭を混乱するわけですけど、つまりこれは花の格上げで、花が独立した存在になっているわけです。で、2番目として8等価の小葉料品よりも上位の五等価の方がずっと偉いですから、五等価ってだいたい副知事ぐらいの地位ですね。で、8等価というとだいたい 役所 の、 書類係ぐらいの差があります。ここでも格上げされています。で、3番目として、権威としての花をなくした小葉料、つまり部分という、権威という部分を各全体に対して部分、権威のまま独立した花という対立、共存があります。で、この花は全体を包摂する部分が全体を包摂するという逆転ですけれども、これはやはり格上げされている。で、コバリョフとこの格上げされた花は、互いに共存関係で、分身関係にあるわけです。で、そうすると読者はですね、現実の世界ではありえない、全体が部分に包摂される、部分が全体を包摂してしまう、花が顔を持っている、どうなんだってこう混乱する、そういう逆転の世界を無理やりイメージさせて混乱させる、そこに、意図があったんじゃないか。で、これは反転の共存によってその幻想が打ち出される。で、現実の世界の、はずの世界が打ち壊される。あれ、これ本当はあれ何だったかな、これで 謎は解かれないまま、終わってしまう小説で、今格上げという、格下げということを言いましたけれども、バフチンはですね、カーニバル的世界と民衆のバラエの原理として、格下げスニジーニーとかですね、同じことを、階層的上位の下位への置き換えとかですね、あるいは上位と下位のトポグラフィカル的な意味というようなことを言ってですね、下位が上位に上がることによって上位が下に落とされる、それが格下げされることが笑いを呼ぶと、というふうに言ってるわけですけど、この花の奇妙さはですね、むしろ逆のベクトルで格上げにあるんではないか、つまり下位が上位に、下が上に転置されることによって下位が上位に格上げされる。で、ここではですね、下位に階層的下位の上位への垂直方向転置、これバクシーはこれ逆のことを言ってますので、格上げというふうに名付けたいと思います。つまり垂直方向の格上げと、さっき言った水平方向の時間軸上の入れ替えですね。で、これが両方で異様さ、空間のずれを生むんではないか。で、床屋のその岩井役にしようか、大丈夫ですかね、時間が心配、大急ぎで、あれ、いいんじゃない、おかしいな、55分でできたはずなの。はい、床屋のイヴァン・ヨコヴィッチのですね、負傷が実は途中で変わってるんですね。最初の実質完成原稿ではイヴァン・フィョードロヴィッチでした。で、これを10回フィョードロヴィッチって書いてたんですけど、突然それをですね、フィョードロヴィッチを消極線で消して、その上にヤコヴィッチと書き直したんですね。で、その分は、日本語で言うと、だが私の落ち度である大きな点で立派なこの人物、イヴァン・フィョードロヴィッチを直して、ヤコヴィッチについて、もうとっくに何がしか語っておくべきだったというふうに、変更します。で、この変更した理由に関する先行研究は、私に知る限りはないんですけど、次はこのペテルブルグの国立図書館に所蔵されている、ちょっとちっちゃくて見えないので、次に行きますけど、ここ見えますかね、イヴァン・フィョードロヴィッチって書いてあるのを消して、上にヤコヴィッチというふうに書いてます。わかりますか。で、上の方でこの3行目にはイヴァン・フィョードロヴィッチって書いてありますね。で、この書き直した後は、イヴァン・ヤコヴィッチに直ってます。ここで完全にフィョードロヴィッチがヤコヴィッチに、
変更されています。これなぜなのかということで、ピョートロビッチという弟ですね、ヤコビッチを比べると、ピョートロビッチ A の後チェラビエ家っていうのがあって、これは音の共鳴はありません。それに対してヤコビッチ A チェラビエ家は芯を取り出すと、ヤコビッチは、クブルチですね。でチェラビエ家はチルブク、クブルチチルブクっていうのは完全な回分ですね、反転競争になってます。でそこに母音の O、家が入ってくるので、逆に言うとヤーコルビリチという単語の中にチラビエク、人という音がアナグラムで含まれているんです。でこのことは何を意味するだろうかということで、このだが私の落ち度であるこの立派な人物イワン・ヤーコルビリチについてというふうに書いてあるんですが、ヤーコルビリチは全然立派でも何でもないんですね。つまり二重のアイロニーがあるのではないか、つまり飲んだくれのヤーコルビリチという実態を立立派な人物という垂直方向の格上げによってアイロニー化しているのではないか、垂直方向のズレですね。それともう一つはヤーコベルチに含まれるチラベク、立派な人というアナグラム によって水平方向のズレによるアイロニーを含んでいるのではないか、つまり垂直方向と格上げと水平方向の両方の二重のアイロニーをこのヤーコベルチ、が含んでいるのではないかと。で、花ではですね、読者にあれと思わせるその中断の、手法がいくつもあるんですけれども、ここでは、ね、明示的中断と暗示的中断というふうに名付けたいと思います。明示的中断というのは語り手あるいは登場人物が直接読者にあるいは観客に語りかける意識的な中断ですね。それを明示的で、それに対して読者あるいは観客の無意識に訴える中断、つまり読者はあれなんか変だなと違和感を感じさせる中断を暗示的中断と名付けます。そうするとですね、先ほどの、しかし私の落ち度であるという文章は、実に不思議なんですね。というのは、この小説は冒頭からずっと三人称で語り手が語ってます。で突然そこに私はって出てくるんですね。語り手が突然出てくる。でここで中断される。この中断という技法を、ドイツのロマン派のフリードリヒ・シュレーゲルが、パレグバーゼという言葉で表現しています。これはもともとギリシャ喜劇でアリストファネスが用いた瞬時的な技法で、劇の途中で、合唱隊によって詩人の名前で、民衆に向かって語りかける技法で、つまり声の二重化ですね。と劇の進行が一時的に中断して、その見ている人たちが劇の幻想が破壊される。これによってアイロニーが生まれるのではないか。でシュレーゲルは、イロニーは永遠のパレグバーゼであるというふうに言っていて、これはどういう意味かというと、まあ、延々と繰り返される中断による、作品全体がアイロニー化しているのではないかというふうに言っています。でこのシュレーゲルとゴーゴリのリズムに関しては、足立大輔さんが、足立さんはどこにいらっしゃいますかね。足立大輔さんが、優れた論考を書いていらして私も大変参考になりました。ありがとうございました。はい、いやそれでゴーゴリはですね、このドイツのロマン派のアイロニーともう一つ影響を受けているのがイギリスのローレンス・スタンですね、いわゆるトリスラム・シャンディの中断と逸脱、これはもう中断と逸脱だらけの小説なんですけど、これがゴーゴリに影響を与えたのではないか。でこれが明示的中断ですね。で、ちょっとここは時間ないので、ここは飛ばします。聞きたいですか？まあいいや。で、一方ですね、暗示的中断、読者があれ、なんか変だなと思われる中断としてですね、やはり奇妙な語順による暗示的中断っていうのがあって、花を見つけたイワン・ヤコビッチがなかなか捨てようとしないので、それを罵倒する妻のセリフがあるんですね。で、自分の部屋にちょぎられた部屋なんぞ転がせておいてたまらかいという文があるんですけども、人を見ればそういうセリフは不幸なんてレジャーアトレーザーのノースっていう文がですね、ビノグラードフもこの文は変だって言ってるんですね。この人を見ればそういうセリフは不幸なんてレジャーアトレーザーのノースの語順は叱るべき語順の文、シュトビアパズボリラアトレーザンナムノースレジャーチュウセベコムネチェの意味と決定的に食い違ってる。
しかしこの文ではパズボーリラ許すに間接法を噛む誰々にが接していないことに加え、このパズボーリラ許すという動詞が一般的に使用される場合の意味的傾向とによって花という語彙の物的意味に揺さぶりをかけたかのような非日常性の曖昧さという意味がこの語結合に付加されているのである。わからない、すぐに要するにまあなんか語順が変わったから花の物的意味が揺れ動いていると、あなるほどなという気もしますが、これをですねリズムの点で見ると本来の語順は、こう一定のリズムを見出すことはできません。で主頭尾はこの場合はあの不可能性を表す助詞なのでアクセントはありません。花の実際の文のリズムを見ると、シュトビエパズボルダスセビエフコミュニティリジアテアトレーザンダムノスですね。そうとこれはあの、面白いことで言うと、弱弱弱弱今日と全く同じリズムが、同じリズムが、上昇リズムが2回繰り返されています。で、その後、強弱弱弱強弱、強弱弱弱強弱と、やはり全く同じ加工リズムが2回繰り返されているんですね。ゴーゴリは天才だなと思いますね、これは。つまり同じ上昇リズムが2回、下降リズムが2回繰り返されることによってこれは共存で対立するリズム反復になっているわけです。でこの面白いのは上昇のリズムの中にこの許すという語がこのリズムの中に入っているんですね。つまり妻は自分を格上げして花に対して許すと、で逆に花はですね後半の方の下降リズムに入っていて、ちょん切られた花は下降リズムの格下げのリズムで表現されています。で、この妻の怒りですね、瞬間的な劇場という内容が、この正確な反復のリズムという、対立ですね、によって表されている。で、この反復のリズムっていうのは、おそらく妻がいつも罵倒しているという習慣を性を表しているのではないかと。で妻の日常的な格上げを暗示しているのではないか、これはまあイワン・ヤコビッチに対するんですね。でこれつまりこれは声の妻の声の二重性を瞬間的な怒りと日常性という二重性を表しているのではないか、つまりこの、変な語順だなあれ変だなというこのズレはですね暗示的な中断をもたらすと。で先ほど申し上げた明示的中断というのは劇の幻想を破壊するわけですけれども、逆に暗示的中断は幻想を喪失する作るのではないかというふうに考えられます。それからあの、ゴーゴリの鏡というものに対してゴーゴリはどういうふうに捉えていたかということで、リビゾーロですね、検察官査察官の第2版あの初版を失敗した後で賛否両論官官学学の激論が起きたので、ゴーゴリは第2版の冒頭にですねエピグラフをつけてそこに、ことわざを入れました。顔が歪んでるんだから鏡にケチをつけても仕方ない、なぜやるからニエチャペニアコリロジェクリバ、ニエチャっていうのはニエチェボと同じ意味ですから、あのするべきではないっていうんですね。でこの語順が普通の語順とちょっと変なんですね。で、ユーリン・マン先生が観光中の、まあ、マン先生今年亡くなられてしまいましたけれども、この前週にはですね、ゴーゴリと同じ、そのことわざを入れていることわざ集が2つあるというふうに挙げています。プニャジェービッチとスネギロフですね。で、ちょっと時間の関係で、スネギロフは最後に、ニエチボ・ペニャティナゼルからコリロジェ・クリバーというニエチボが文頭に来ている例も挙げています。これはあのゴーゴリ全集では言及されていませんけれど。で多くのこのことわざのバージョンではですね、なぜるかは文頭ではないんですね。まあ、基本語順では、無認証実語のするべきではない、ニエシャとかニエシェボとか主頭って言いますよね。文頭に、これが文頭に来るはずなんで、例えばミヘリソンの寛容大辞典でも、ニエシャなぜるからペニアチ、あるいはニエシェボなぜるからペニアチで、トゥルゲーネフがですね、これと同じ語順を使ってます。でベリンスキーの思い出の中で、この査察官のエピグラフを引用しながらこの語順を訂正しているんですね。で冒頭にニエチャナデルからペニアチコイロジェクリバーというエピグラフが添えられた恐るべき、グロズネア、つまり世間を震撼させたという意味なんですけど、
ビリンスキーも全く同じ語順にしています。ワシリ・ボプキン宛ての手紙でですね、ゴーゴリの友人たちとの往復書簡戦に憤慨する、モスクワのスラブ派を揶揄してですね、スラブ派に対して、やつらはあのことわざ、ニエチェナデルカラペニアティコリオロジクリバーを思い出すべきだというふうに言って、査察官のエピグラフの語順をですね、変えて引用しているんですね。つまり、ベリンスキーも続けて、もう全く同じ語順にしているわけです。で、ここはちょっと、ニエチェが使われないバージョンをちょっと割愛します。そうするとですね、推論として、ゴーゴリの同時代人には、このことわざは、ゴーゴリのエピグラフの語順ではなくて、ニエチェナ・ゼルカラペニアティ・ゴイ・ロージェ・クリバーの語順で知られていて、この語順の方が自然だったのではないかというふうに考えられます。そうすると、じゃあなぜゴーゴリは他のバージョンではなくて、文頭にナ・ゼルカラが置かれたことわざを選んだとすれば、その理由は何だろうか。で、一つ考えられるのは、ナ・ゼルカラを文頭に持っていくと、これがテーマ化されて、後ろの従属文の顔ですね、歪んだ顔と対比されている。つまり映すものと映されるものが対比されている。でもう一つはですね、これがミソだと思うんですけど、前半の方が正確な鏡のリズムなんですね。このナゼルからニエチャペニアチというのは弱強弱弱強弱弱強という完璧なアンフィブラフィー中立リズムです。それに対して従属文の方はゴーリーローシェクリバーですから強弱強弱でほぼホレリですね、加工リズム。で、この主文の正確な中立リズムと従属文の加工リズムが反転共造で対立しているのではないか。これがアイロニーを象徴しているのではないか。で、顔が歪んでいることを自覚しないものを加工リズムで描いて、それを忠実に映す、中立的なアンフィブラフィーで映すものとして鏡を対比しているのではないか。つまり歪んで幻想的なのは鏡に映っている現実世界の方だということを暗喩しているのではないかと。あ、で、これはちょっともう時間がないのでちょっと割愛しますけど、ちょっとだけ言うと、先ほどはプツチスのスルチップトというアナグラムの話をしましたが、脳科学の研究によるとですね、アナグラムっていうのは瞬間的に分かる場合とずっと考えている場合で、脳の活性化する部分が違って、ずっと考えている場合は左の頭皮質というところがだけが活性化するそうなんですけど、瞬間的に分かったときは、左右の両方の頭皮質が活性化すると。で、あ、そっか、なるほどって、なんか変だなと思ったときに、この暗示的中断っていうのが、この、両方の脳で活性化したときじゃないかなと。それから語順に関しては残念ながら、逸脱語順に関する研究は見つけられなかったんですけれども、自動化、能動化、それから、基本語順か、統治語順かというこの4つのロシア語の語順で脳がどういうふうに、脳がどういうふうに、活性化するかというので、一番処理が複雑で時間かかるのが、受動の統治文です。まあそうですよね。オーリエン、ナコメンのリザ、オーリアによって、食事を与えられたのはリーダーだっていうので、で、おそらくだから逸脱語順も、逸脱語順を、まあ、ネイティブが見るとですね、頭の中でその脳の処理が切り替わるんではないか、それが暗示的な中断をもたらして、小説の時空間の分断ねじれを暗示する、それが幻想性を作り出しているんではないかなと。ということでまとめです。ゴーゴリにとっての、そのリズムの共造というのは上昇リズムとそれから下降リズムで、それが対立する共造のイメージを持つ。それから上昇リズムは格上げ、下降リズムは格下げのイメージと多くの場合こうします。でリズムの衝突は共造をなして形式と内容のズレや位置を暗示します。で中間リズムのアンフィブラフィーは下降リズムと上昇リズムの中間的なリズムとして、鏡のようにどちらとも共造を僕の場合はなしている。で、共造のその垂直方向、格上げによって、まあ、空間が歪むんではないかと。つまり、コバヨフに対して後藤家の花はですね、コバヨフが自己分裂して、共造関係で分身関係ですけど、
鏡像の花が格上げによって空間に歪みが生じるんじゃないかと。で、明示的集団によって、幻想的な劇中世界と語られる世界が共存化する。これはドイツローマン派の影響ですけれども、で花の語り手の、さっき言ったんですけど3人称から1人称に切り替わって、私がって言ってあれってみんな驚くわけですけど、これがその、これによって劇の幻想が破壊される。で一方暗示的中断による共存、これがゴーゴリ独自の言語だと思いますけれども、語順とかアナグラムとかリズムの水平方向に転移することによって、水平方向つまり時間軸上に歪みが生じるのではないか。でこの中断を暗示する不自然で、大体不自然な語順の時は必ず何かのリズムが込められているんですね。で不自然な語順、音、リズムが与えられると。であれなんか変だなという違和感を感じさせて、脳科学的にもおそらく脳内の処理する場所が変化するんじゃないかと。そうすると読み手はですね、読む時は時間軸上に一方通行の、時間的線上線を一時的にこう、それを読み替えなきゃいけない。つまり、一度読んだ部分に立ち戻るという、水平方向時間軸上の、語順とか音リズムの組み替えをしなければいけない。でこれが水平方向時間軸上の歪みを生じさせるのではないか。それによって劇の幻想が創出される。でこれは、明示的中断に対して、明示的中断は劇を破壊するわけですから、幻想それと逆のベクトルではないか。で、小説の時空間の歪み分断、という意味で垂直方向の格上げによって空間が歪んで、水平方向の時間軸上の入れ替えによって時間が歪む。で小説の時空間に歪みと分断が生じるんではないかと。で、すごく面白い文があるんですけど、花の時空間が歪んで分断していることを連想させる一見バカバカしい岩井ヤコビッチの言葉というのがあります。パンの中に花があるという存在論的不快さをですね、不可解さを背伸びして哲学的に嘆くイヴァン・ヤコブリッチの言葉があるんですね。それがですね、イバフレブディアペチョンナアノサフィミネト、なんとなればパンは焼いてできるものにして、しかるに花は全く酸にあらずパンは焼いてできるものだけど花はそうじゃない、だからなんでパンの中に花が入っているのかわからないって言ってるんですけど、これはですねちょっと存在論的に考えると、パンというのはかまどという場で焼かれて食卓で食べられるまでの時間存在してますよね。それに対して花というのは母親の体内という場合で育まれて、一般的には花が生まれてから死ぬまでの時間存在している。つまりパンも花もそれぞれ異なる時空間にもともとは存在している。でそれがねじれ分断された小説の時空間の中で、一つの時空間つまりかまどと食事でパンと花が合一する、これを岩井ヤコブリッチのパンは焼いてできるものだけど花は違うっていうのはですね、それを象徴してるじゃないかと。ちょっとこれは深読みしすぎてるかもしれません。で最後に、ゴーゴリに、ドイツローマン派はその分身とか共造で影響を与えてるんですけれども、分身共造、ドイツローマン派の場合はその、分身とか共造っていうのは創作とそれに対する反省、つまり現実の事故と世界に対する色塗り的な反省、というものがこの共造関係によって、自己創造と逆に自己破壊というのが共造関係にあるわけですね。で、三味線の影をなくした男は自分の影が勝手に移動するとかですね、ホフマンの場合は共造を失ってしまった男とか、自分とそっくりの姿をした共造じゃあ分身が現れるとか、これがドイツの漫画なんですけれども、ゴーグリ自身にその自己分裂が起きているのではないか。死せる魂の第一部を出版した後でもう激烈な賛否両論が起きます。でどちらもゴーグリの意図とは食い違ってたわけですね。そこにズレが生じる。でゴーグリ自身の現実の自己に対する色味的な反省がどん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 増大していって、これはまあドイツ
ロマン派的なその反省、自己反省ですけれども、で自己破壊が拡大化していくのではないか、そうすると作中人物の共造分身分裂が自分自身のそれとシンクロナイズして自己分裂が加速化していくのではないかと、言ったのではないかと。で友人たちの往復書簡、まあ、これは指針の形をとった評論ですけど、これも、スラブ派流西洋派の両方からも峻烈な批判を浴びて、結局ゴーゴリは自己が再統合されないまま死に至ってしまうわけです。で花の結末では自己分裂したコバリョフは最後に自分の花と再統合されますけれども、ゴーゴリ自身は再統合されることなく死に至ってしまった。しかしゴーゴリの作品とかゴーゴリの創造幻想的不条理の世界というのは、その後ドストエフスキーやブルガーコフ、20世紀モダニズムに深い印象を刻印を残していくわけです。で最後にちょっと、最後に申し訳ないんですけど、個人的にですね、ちょっとゴーゴリにまつわる個人的な体験について少しお話したいと思います。先ほどもお話ししましたけど、2001年から毎年ゴーゴリの誕生日の4月1日ですね、新年地ですけど、モスクワのゴーゴリ博物館でゴーゴリ講座が開催されてきました。で例年、ロシアやウクライナの、それからイスラエルなんか各国からゴーゴリの研究者が集ってですね、研究成果を発表し合うわけですね。で2012年に私が参加した時も、そのロシアとウクライナの研究者はそれぞれの研究に対して互いに非常に深い敬意を、表してました。敵対は全くありませんでした。で2014年にも第14回のゴーゴリ講座が開催されたんですけれど、当初この年は、ウクライナのキエフと、それからゴーゴリが昔学んだ、ギムナジウムがあったニエジンですねの2カ所で、初めてウクライナとロシアの共同開催が予定されていました。で私もニエジンに行けるものを楽しみにしていたんですけれど、その前の月の3月にロシアがクリミアを一方的に併合してしまいました。でその結果ゴーゴリ講座のウクライナでの共同開催は残念ながらなくなってしまいました。あら私が有利になってしまう、でそれでもですね、オンラインでいいです、もう終わりましたね、はい、ありがとう、すいません、あとご清聴ありがとうございましただけですからそれでもですね、共同開催できなかったんですけれど、オンラインでキエフとモスクワを結んでですね、キエフの代表の、ウクライナ科学アカデミー附属文学研究所の所長のジュリンスキーさんと、モスクワのゴーゴリ博物館の館長のリクーロバさんが、互いに非常にこう敬意にあふれた、例年以上に敬意にあふれた挨拶を交わしてレクチャーをしました。でその時にモスクワのその館長のビクロバさんはですね、博物館が所蔵しているロシアではなくてウクライナをモチーフにしたゴーゴリの作品の登場人物たちの、まあ、粘土で作られた塑像があるんですけど、それをですね一点一点非常に丁寧に紹介したんですね。でそこで私はですね、このロシア側の代表のウクライナとウクライナの人々への深い敬意、それからゴーゴリへの深い敬意を感じて本当に感動しました。でウクライナの代表とロシアの代表が分断を乗り越えて互いに何とか対話を成り立たせようと、そういう、意識が非常に強くどちらからも感じられました。でその行為が私は非常に美しいなと、でその両者をつないでいるのがゴーゴリだというふうに感じました。で残念ながらそのゴーゴリ講座はですね、ウクライナと共同開催されることはこれまでありません。で今年の2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻を、まあ、ゴーゴリが知ったらさぞ悲しいんだろうと思います。で分断を乗り越えるのは容易ではないでしょうし、時間はとても長くかかると思います。それでも学術交流、
言葉によるこういう文学や文化の研究の交流というものが、ロシアとウクライナの研究者やその人々を、再び結びつけることを心から願っています。で、文学や文化は体制よりも長く生きながらえるものだからです。作品が書かれた200年後、しかもこの何千キロも離れたこの日本で、いまだに、そして世界でもゴーゴリの作品やロシア文学がいまだにずっと読み継がれていること、ことこそその証だと思います。皆さん、本日は最後まで長いレクチャーになりましたけども、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。大変素晴らしいお話で、まあ、あと30分ぐらい聞いていたいなと思ったんですけど、まあ、間に受けられても困りますから、どうですけど、やっぱり、先生も上智大学ですね、定年になられたということもありまして、なかなか若い研究者の方、井上先生のですね、お話を聞く機会がなかなかないんじゃないかと思ったので、まあ、この大正記念講演、ぜひぜひそういういい機会になったかと思います。どうも皆さんありがとうございました。